ジャン君、ポンちゃん、おはようございます。今日は朝から暑いです、うん、もう27度近くなってますよ。一応かわいい、ポンちゃんかわいい窓を開けて風を通してみましたが、即エアコンの予感がします。かわいい、ジャン君もポンちゃんもかわいい。かわいいね。できた。ポンちゃん黒いね。かわいい。終わり。私の起き上がるのが遅かったから。光ってる。ジャン君、ポンちゃん起きちゃダメよ。お、顔のセンサーが向こうにいる猫の人形に合っちゃってる。一番顔らしいみたい。かわいい。でもポンちゃんピンボケる。ポンちゃんが動くとピントがボケるな。そしてポンちゃんに寄せるとジャン君が白飛びするな。神々しく光ってるみたいに飛ぶな。真っ白白です。ジャン君に会うとポンちゃんは闇に消えます。ほんまや。ポンちゃん消えました。さあ今日も始まります。ちっちゃいツバメがいっぱい来ました。いっぱいってか3匹ね。かわいい子供だね。ツバメだよね。ちょっと違うかな。なぜここに君たち。バタバタ動くと飛んでちゃうかな。少し近づきたいな。なんかここは居心地がいいのかな。よいしょ。望遠レンズがないのでここまでしか近づけません。給付金が入ったら望遠レンズ買おうと思ってたんだけど間に合わなかった。
けんか。顔やろ。あ、いっぱい毛が飛ぶ飛ぶ飛ぶ。飛んじゃう飛んじゃう。すごいね。背中ばっかりになっちゃうね。
このくらいにしとく。ちょっとお腹の方とか本当はやりたいね、ちゃんくん。お腹やりませんか。こっち、はい、終了。